ギブオンで太陽の動きを止めるヨシュア。ジョン・マーティンがヨシュア HWV64 は、ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルが1747年に作曲し、翌1748年に初演した英語のオラトリを、聖書のヨシュア記に基づく。機械オラトリをユダス・マカベウス、アレクサンダー・バルスと並んで、軍国主義的なオラトリを四部作をなす。ユダス。 マカベウスの歌唱曲として知られるミオ、勇者は帰るは、本来は、ヨシュアの中の曲で、1750年にユダス・マカベウスを再演した時に転用されたものである。台本は、ユダス・マカベウスと同じく、トマス・モーレルによって書かれた。オトニエルとアクサは、本来、ヨシュア期15章でごく簡単に述べられている人物だが、モーレルは、大人幕から活躍させている。ヘンデルは、 アレクサンダー・バルス完成後の7月19日に作業を始め、1ヶ月後の8月19日に完成した。曲はヘンデルの他のオラトリオよりもかなり短い。助曲も通常のフランス風助曲ではなく、切り詰められている。また、ゴットリープ・ムッファートから2曲、自分の旧作から少なくとも5曲の借用も行っている。1752年の再演時には、 ソロモンの序曲を借用した。1748年3月9日にコベントガーデンで初演され、シーズン中に合計4回上演された。サムソン以降に書かれたオラトリオ作品としては、ヨシュアは工業的にユダス・マカベウスに次ぐ成功を得た。ハイドンは1791年にウェストミンスター寺院でのヘンデル演奏会でこの曲を聴いている。ヨルダン川を渡った。 イスラエル人はギルガルを拠点とする。天使がヨシュアの前に現れて、エリコを滅ぼさなければならないと伝える。ヨシュアは戦いの準備を急がせる。音楽は牧歌調に変わる。オトニエルはアクサに会い、二重唱を歌う。しかしトランペットの響きが聞こえ、オトニエルは戦いに赴く。イスラエル軍は7日目に契約の箱を担いでエリコの町を回り、 トランペットと角笛を鳴らす。街の壁は崩れる。ヨシュアとイスラエル人の合唱が神を称える。カレブは街の破壊の仕方を教える。イスラエル人は杉越の祭りを取り行う。カレブは愛でイスラエルが敗北したことを告げ嘆きの合唱が続く。ヨシュアは人々を奮い立たせる。オトニエルはアクサとの王政を楽しもうとするが、 戦闘中に何事かとカレブに叱責される。カレブは敵のエルサレムをアドにセデくが、ギブオンを攻撃していることを伝え、オトニエルは再び戦いのために立ち上がる。イスラエル人は神に従ってギブオンで戦う。ヨシュアは太陽の動きをギブオンの上で止め、それを利用して敵を撃つ。合唱がヨシュアを称える。ヨシュアはモーセの時代の約束に従い、 カレブにヘブロンを与える。カレブとユダ族は神を賛美する。オトニエルはデビルの町がまだ敵に支配されていると指摘する。カレブはデビルを征服した者に娘を与えることを約束し、喜んだオトニエルは一人でデビルを征服する。ヨシュアとイスラエル人の合唱がオトニエルを英雄として賛美する。アクサは喜び、オトニエルと二重唱を歌う。 神を称える合唱で曲を終える。ありがとうございます。